皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラクエビルダーズ2やっていきましょう。なんかしゃべりかけたら獅童くんがハーゴンに捕まってた時の話をしてくれました。あんな思いは二度とごめんだ。なんか守ってくれるって言ってるけど、何回か話しかけてたらこれですよねなんとなく声をかけただけだと、お前暇なのか、暇なら俺のために何か作れよってことなので、今回は何か作ろう。とりあえず教会欲しい人がいたんで、教会を作ろうと思います。ここにどうしようかな。普通に教会を作るのと、あとハーゴン教会も一緒に作っちゃおうかなと思います。あ、超広い部屋できた。なんか部屋サイズも関係してるみたいで、普通に教会、あれ、なんかできた。アニマルパーク。あ、これ前にペットのための部屋作ったやつかな。こだわりのアニマルパークがなんかできてしまいました。このタイミングで多分なんですけど、前に動画作った時のやつだと思う。え、あ、木が成長したからとかなのかな。30個カッターもらいました。これ確か斜めに切れたりするやつだった気がする。カッターブロックの形思いのままに。ビルダー道具、これ最後のビルダー道具。斜めにしたり半分にしたりブロックを切ることができるのじゃ。引き続き開拓レシピ進めていくと良い。あと15個で乾きの壺強化。おお、さらばじゃ。あれ、多分緑の開拓地に作ってたやつだと思うんですけど、とりあえず見に行ってみようと思います。私あと牧場作りたくて、草ができなかったからそのまま放置プレイしてたんだけど、なんだろう、みんな喜んでくれてるのはありがたいんだけどアニマルパークってここじゃないよね。見に行きますか。なんでだろう。あ、牛のマークになってる。多分飼育親とブランコの公園みたいなの作ってたとこだと思います。牧場作ろうとしてたんだけど、できたね。何があったんだろう。隣り合ってるからこっちが超大きな飼育小屋で、逆側が大きなブランコ公園なんだけど、多分これがつながってやっとできたのかな。そんな気がしますね。木が成長してブランコ公園になってアニマルパークになった気がする。今までこれ隣にあったのって、この草の生えた部屋から花の咲いてる部屋にして、でブランコ置いてまだねできてなかったんですよね。ブランコ公園と飼育小屋をつなげるとできるみたいです多分他にもいろいろ作れてないのが多いので、この辺りの部屋レシピも埋めていきたいと思います。っていう流れから今回は教会を作ろうとしてたんですけど、なかなか多いよねできたということでよかったです。とりあえずみんなここに来てくれるようになるのかな。牧場とは違うんだよね。とりあえずアニマルパークができました放置してたら成長してできた感じなのでよく分かってなかったですが、とりあえず今回は教会なんで戻ります。こんな感じじゃなかったでしたっけ。ムーンブルクで作った時ってこんなイメージだったんだけどな。部屋のサイズが大きい。ああ、壊しちゃった。まずい。壁掛けでいいんだよね。よっ、わかんないんだけど、とりあえずこれでまだ超大きな部屋になっちゃってるから、もしかしたらここ閉鎖するというか、扉つけた方がいいのかもしれないですね。で、逆側空いてるんで、教会とは逆サイドにハーゴン教会を建てようと思っています。こっち側床とか準備しようかな。左右対称みたいな建物にしたいんだよね。とりあえずまだできないから、床だけ1段上げて邪教の教会みたいな感じにしようと思います。そうしよう。こういうことよ。ステンドグラス綺麗だな。ちょっとわかんないんだけど、レリーフとかをどこかで取って持ってたので置きます。これいらないと思うんだけどな。なんか違う気がするな。ああ、違う石像置きました。で、階段ね、ちょっと3つでいい感じなんですけど、ドアも2つだよね。どうしようかな。なんかつけとこう。あれ、なんかできた。え、なになに、石像の間。あれだって私教会作ろうとしてたんだけど、石像の間ってなんだろう。素晴らしいと思いますあれ、今手すりつけてたから、手すりが関係してる。なんだろう、石像。今女神像と邪教の像の2つ石像入ってるけど、どんなレシピなのかちょっと見てみますね。なんでこうなっちゃったのかわかんないんだけどまあいっか。おかしいな部屋レシピ、石像、石？石像。あ、これか。石像の間、動かない石像1と手すりが3個でできるらしい。厳かな部屋。あれなんかイメージちょっと違うんだけど、まあいっかなんだろう、ここが石像の間になっちゃったってことだよね。おかしいな。こっちハーゴン教会にしたいので、ちょっととりあえずいろいろいりそうなものを置いてみたいと思います。星3つなんだね、ここね。なんかお金かかってるというか、豪華になってる。他になんかないかな。ろうそくは置かなくても良さそうな気がするしな。もしかしたら部屋のサイズがでかかったのかもしれないんで、ちょっとかっこ悪いんだけど、扉1個のやつで作り直してみようと思います。扉、しょうがないよね。3つの扉があればよかったんだけどな。どうかな。あ、なんか呼ばれてる。おお、来た。ビビッドなハーゴン教会になりました。ハーゴンの玉座が作れるようになった。これで作れるようになるんだ。異なるムードの部屋を作ろうも達成。開拓レシピ達成。さっきに続いてだから、残り14個で乾きの壺の強化かな。いや、まさかここで達成すると思わなかったでもハーゴン教会ってビビットなんですか。なんかビビットっぽくないビビットっぽくないけどできましたね。何が足りなかったんだろう。ちょっと探してみます。ハーゴン教会あった。邪教の祭壇1、像が1で大レリーフとレリーフが1個ずつに顔飾りと松明。あ、邪教の顔飾りはさっき解放させたんですよね。なんかいるかもって思ってつけてよかったです。これがそうなんだけど必要だったんだ。ってことは逆サイドの境界も扉つけたらできるかもしれないですね。ちょっと作ってみます。大きすぎたのかな。なんか格好悪いんだけど、もしかしたらなんでやってみよう。これでできる？あ、できた。クールな境界。あ、でかすぎたんだ。へえ、そうなの。あれ？先にね、境界の部屋にしてからハーゴン境界作ろうと思ってたんですけど、できなくってハーゴン境界先に作ったんですが、祭壇と卓上の明かりが2で、女神像1に椅子が4個あったはずなんだけど、大きさだったみたいです。できました。シスターが教会を開いてくれる。あれ、ハーゴン教会は誰も開いてくれない。破壊神指導を崇めるハーゴン教団の部屋2つできました。城の中に隣り合って作っちゃったんだけど、まあいっかみんな喜んでくれたからいいことにしようと思います。で、まだまだ部屋レシピ残ってるんで、とりあえずまた作れそうな感じのものから埋めていきたいと思います。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you!